こんにちは。今は学園都市線の新川駅に来ています。これから新川駅から札幌駅に向かって走行していきたいと思います。それでは簡単に学園都市線について説明していきたいと思います。学園都市線は桑園新十津川駅間を結ぶ 76.5 キロの路線になります。桑園八軒間には函館本線も通っていて複々線になってます。また愛の里教育大よりも北側は単線の路線になっています。電化されているのは桑園から北海道医療大学駅までの間になります。それ以降はキハ40型の1両編成の列車が走る単線非電化の区間になります。まもなく八軒に停まります。ホームは左側です。学園都市線は札沼線というのが正式な名前になります。札沼線という名前は始発駅と終点の駅の頭文字を取って付けられたものになります。以前は今も留萌本線が走っている札幌沼田という駅から札幌駅までを結んでいました。まもなく桑園4番線の到着でホームは右側です。桑園からの乗り換え列車ご案内いたします。普通列車出入駅は1番線から10時21分の乗り換えです。桑園を出ますと次は終着札幌に停まります。しかし新十津川から石狩沼田駅の間は
いわゆる赤字88銭というものに選ばれて、1972年6月19日に廃止になりました。それでも札沼線という名称は付けられていましたが、1991年3月16日から学園都市線という愛称が付けられて、そのように呼ばれるようになりました。実は新十津川の駅にも学園都市線という名前が入った駅名表がありました。それはまた後ほどご紹介していきたいと思っています。もしよかったらチャンネル登録をしてお待ちいただけるととても嬉しいです。列車の最高速度は桑園と石狩当別の間では85キロ、石狩当別から新十津川の駅の間は65キロということになっているそうです。私も以前この路線の大学に通っていたことがあり、学園都市線は使ったことがあったのですが、北海道医療大学よりも北の区間には一度も乗ったことがありませんでした。ご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく終着札幌、9番線の到着でホームは左側です。札幌からの乗り換え列車ご案内いたします。普通列車江別行きは10番線からは10時23分、江別より遠く区間快速石狩ライナー岩見沢行きは10番線から10時36分、トマム新都方面特急スーパートカチ3号帯広行きは7番線から10時24分、快速エアポート102号新千歳空港行きは6番線から10時20分、新札幌北広島方面普通列車千歳行きは8番線から10時27分の乗り換えです。車内にお忘れ物なさいませぬよう、今一度お手回り品よくお確かめの上お降りください。まもなく終着札幌、9番線の到着でホームは左側です。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。こちらは詳しくはまた学園都市線全線乗ってきた動画がありますので、そちらの時にまた詳しく説明したいと思っています。そろそろ札幌駅に着いたようですね。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴していただきありがとうございました。